なんてこった。人間かい。まだ生きている奴がいたなって。私はソルジャーのマリア。不死身だと噂されてる女。だったんだけどね。仲間との約束で、このリブロドームの本を化け物どもから守ってたけど、もう無理みたいだ。多分あの穴の奥に親玉か何かがいるはず。そいつを倒せばこの際限ない戦いにケリをつけられるかもしれないが、あいつらマジでキリがない。ここには構わず、あんたたちは逃げな。我々が感知することができた生存者の反応は以上です。この女性が最後の生存者かもしれません。あとは危険度と生存確率を考慮して慎重にご判断お願いします。そしてあんたたち、親玉を見つけて倒してきてくれちゃったわけ？じゃあもう、あの虫みたいなロボットの群れは二度と現れないってこと？ああ、そういうことだ。死んでいった仲間たちに約束させられちまってね。死んでもここを守り抜くと。ずっとあの機械の虫を殺し続けなきゃって、そう思ってたけど、それがたった今終わったんだ。ありがとう。感謝のキスなんかじゃとても足りないわね。では早急にリブロドームの増車を確認させていただきたいのですが、もし何か極めて貴重な書物があればスキャンなどさせていただければと。案内するわ。ついてきて。本が所蔵されているのはこの下のフロアよ。もう一つだけ頼みたいことがあるんだが、この図書館にある本をあんたたちの基地アイアンベースに運んでくれないか？あそこなら他のどの場所よりも確実にこの貴重な書物を守れるだろう。この場所はもう敵に察知されてる。新手のモンスターが襲ってきても不思議じゃない。今回はあんたたちのおかげで親玉を倒すことができたけど、次もうまく守りきれるかどうか。ここを守るために死んでいった仲間たちのためにも、あの千冊だけは守り通したい。頼む。あの千冊だけでいい。アイアンベースで保管してくれ。すごく大事な本なんでしょ？断る理由はないと思うが。私は賛成。図書館を死守してくれた人々に敬意を表して、アイアンベースがその千冊を引き受けるべきかと。その他にもざっと見ただけで数百冊、失われるべきでない書物がありそうです。私は本を護衛してアイアンベースに向かう。しばしお別れだ。さらば戦友たち、どうか安らかに眠ってくれ。
アイアンベースは軍の最高機密の施設だから部外者は立ち入り禁止。昔ここに来た時はそれを理由に門前払いを食らったのよね。でも今回はその言い分を曲げて図書館の本を引き受けてくれた。感謝する。貴重な書物を運んできてくれてこちらこそあなたたちに感謝すべきだと思うわ。あの時と今とでは事情が変わってしまったもの。外の町はアイアンタウンは壊滅して生き残ったのは私たちだけ。サンズの襲撃を受けた時町の住人たちをここに避難させるべきかどうか迷った。もし誰か一人を受け入れたらみんなを受け入れなければならない。でないと住人同士の殺し合いになる。迷ってるうちに攻撃が激化して結局誰一人助けることもできず全員を見殺しにしてしまった。あの時どうすればよかったのか未だにその答えを見つけられずにいるの。もし全員を救うことができないとしたら誰が何を根拠に救う人間を選ぶのか難問ね。私も仲間に守ると誓った本の多くを見捨ててここへ来た。あのままあの場所で頑張っていても全てを守り通すことなどできないと分かってた。もし彼らが現れてくれなかったらいずれ私の命も図書館の本も全て消え去ってたはずよ。この場所を守れただけでも幸運だったと思うべきじゃないかしら。町の住人たちの命はその代償だったと分かってるつもりなんだけどね。なかなかそう割り切れない。失った命が多すぎるから。これからは私も仲間の一人だ。好きに使ってくれそう来なくっちゃね。こんなにぐっすり寝たのは本当に久しぶり。あなたのおかげね。この場所ならあの本を永遠に守れると判断したのよ。それが間違いじゃなかったってことを証明しなきゃならないわ。ずっとあの穴蔵に立てこもってただひたすら虫をプチプチ潰し続ける日々だったからね。やっぱ広い空の下で思いっきり暴れるのって気分いいわ。昔はさ、例えばアイアンタウンを歩いてるだけでねやる気満々で襲いかかってくる男が何人もいたものよ。そいつらを一人残らず半殺しにして土下座させるのがとりあえず毎日の日課だったわ。あんたがこのパーティーのリーダーだよね。だから一応言っとくけどさ、女だからって私を守ろうとか考えないで。私はそこらの男以上に強いから何も気にせず自分が戦いたいように戦ってちょうだい。車から降りた時は私があんたを守る。それがソルジャーの役目だからね。子供の頃から戦うのが好きだった。見よう見まねで技を盗んで夢中で練習したわ。一人で歩いてるとしょっちゅう襲われそうになったけど
それは覚えたばかりの技を試す絶好のチャンスだった。大怪我させたって襲ってきたやつの自業自得だから遠慮なしでいけるでしょ。おかげでめきめき上達したの。この世界じゃ場所や集団ごとに結婚のルールはまるで違う。あんたの故郷はどうだった？私が生まれ育ったのは小さなキャンプでね、結婚なんかするやつは一人もいなかったよ。誰が親だろうが関係なく、生まれた子はキャンプの女たちが共同で育ててた。大人になったら男の大半は外へ出て行き、女の大半はキャンプに留まって小さい子たちの面倒を見る。私は男勝りだったからね、とっとと故郷を捨てて賞金稼ぎになっちまったけど、若い頃は野良のソルジャーとして通りすがりの流れ者のハンターたちのパーティーに加わってあちこち旅をしたわ。戦場で使えなくてもいろいろ使えると踏んで、いつでもどこでもすぐにメンバーに加えてくれちゃうわけだけど、私より腕のいい男はめったにいなかった。すぐ死ぬバカとすぐ逃げるヘタレしかいないの。気がつくと私がリーダーになってるか、私しか生き残らないかのどっちかでさ、男って生き物にはほんとろくなのがいないわよね。あんたになら安心して背中を預けられそうね。そんな男に出会ったのは久しぶりだわ。ベッドの中じゃどうなのかしら。意外とその義手がいい仕事してくれたりしちゃうわけ。私だって一応恋人募集中だから。自慢じゃないけど長く続いた男は一人もいないし、ベッドの上でも戦場でも私をギャフンと言わせてくれるそんな素敵な男、もう生き残ってないのかしら。面白い存在になりそうね、あの子。見た目も言動も子供っぽいけど、わざとそう振る舞って何かを隠そうとしてるような、そんな気がする。カタストロプスを倒して証明してみせなきゃね。このアイアンベースを本の最終保管場所に選んだ私たちの判断は正しかったってことを。そんな目で見つめないで、ムラムラしてくるから。とにかく今はモンスターと戦うことだけ考えましょう。お楽しみはその後よ。本当にいいの？わかったわ。だったら私もリミッター外しちゃうから、さ、行くわよ。そんな目で見つめないで、ムラムラしてくるから。とにかく今はモンスターと戦うことだけ考えましょう。お楽しみはその後よ。この私をじらすつもり？憎たらしい坊やだこと。そんな目で見つめないで、ムラムラしてくるから。とにかく今はモンスターと戦うことだけ考えましょう。お楽しみはその後よ。本当にいいの？だったらやめときましょう。また今度ね。